はい、どうも肉痛と申します。おととい500人動画、昨日600人動画、そして本日、700人記念突破動画を出しているわけのわからない YouTuber です。こんにちは。皆さん700人本当にありがとうございます。もう僕はね、謝らないよ悪いけど僕謝らないからね。うん、なんで3日続けて記念動画出してんだよって。もうこいつ1日でチャンネル登録者100人増減するタイプかっていう話なんだけど、違うんだよね。一昨日まで660とかだったんだけど、なんか朝見たら700人突破してて、あ、撮らなきゃ撮らなきゃって思って今撮ってます。今回はね、ちょっとね、そんな僕のね、僕について知ってもらおうと思って、あの性格診断テスト、MBTI テストって言われてるやつ、まあ、こちらをやっていこうかなと思います。結構ね、なんか16タイプに分けられてて、すごい正確で細かいテストっぽいので、真面目に取り組んでいきましょうかまあ早速いきましょうかね。1個目、定期的に新しい友達を作る。これは7段階に分かれてんのかな。友達やめよっか、このテストあー、定期的に、ここじゃね。さまざまな面白そうな事柄について研究するために多くの空き時間を費やす。一つのことに没頭することはあるけど、まあ、ここぐらいかな。他の人が泣いてるのを見るとすぐに自分も泣きたくなる。ああ、感情移入。まあ、ここですかね。代替案の代替案を考えることが多い。ひねくれてない代替案の代替案、まあ、ここかな。ケアのケアってことでしょう。先の先を見るみたいな。大きなプレッシャーがあっても通常冷静でいられる。まあまあまあ、ちょっと遠いかな。社交の場では自ら進んで新しい人に挨拶しに行くことはほとんどなく、すでに知っている人と話すことが多い。同意ですね。大きく同意。10%? このペースでやってたら終わんない。一つのプロジェクトを完全に終わらせてから次のプロジェクトを始めるのが好き。同意。自分はとても感傷的だ。まあまあ。予定表はリストなどの整理管理ツールを使うのが好き。ちょっとこっち寄りかな。計画性のない人間なんですよ。まあ、だから500、600、700と1日ごとに越してるみたいになっちゃってんだよな。些細なことでも間違えると自分の能力と知識全般を疑ってしまう。まあそうっすね。ここかな。自分が興味のある人のところに行って話しかけるのは簡単。ものによるから、いや、こっちかな。クリエイティブな作品のいろいろな解釈や分析の仕方についての議論には興味がない。いや、ここ、自分の心より自分の頭に従うことが多い。ああ、こっち寄りかな。日々のルーティンを決めるのではなく、いつもその時に自分がしたいことをするのが好き。まあ、好きっちゃ好きだけど、別にルーティンでもいいかなぐらい。会う人に好印象を残すかどうかをほとんど気にしない。いや、気にするな。お、グループで何かをするのが好き。いや、まあまあ嫌いかな。結末を自由に解釈できる本や映画が好き。こっちかなバカだからよ、あんま自分で考えらんねえんだよ。自分が何かをやり遂げるより、周りの人が何かをやり遂げるのを応援することで幸せを感じる。まあそうっすね。いや、でも自分でやり遂げた方が楽しいから、まあここら辺かな。いろいろなことに興味がありすぎて、次に何に挑戦するか決めがたい。まあまあだな。物事が悪い方向に向かうのではないかと心配しがち。まあ心配性なんでね。複数人で何かをするとき、リーダー的役割は避ける。これもちょっと微妙。こっちかな。芸術的なタイプでは全然ない。いやー、同意しないかな。ここかな。人々が感情ではなく理性に頼ればもっと良い世界になると思う。おおむね同意。やらなければいけないことをしてからリラックスするのが好き。まあはい。人が口論するのを見るのが好き。まあ好きかな語弊があるけど、議論っていうことでしょ。まあ意見を交わすのはいいことだと思う。注目は浴びないようにしている。まあまあかな。なんで YouTube やってんのとても急に機嫌が変わることがある。いや、ないな。自分より効率が悪い人がいると我慢できない。ああ、我慢できないっすね。ギリギリ最後にやった何かをすることが多い。多いっすね死後について以前からずっと興味がある。まあ興味はあるな。一人でいるより人と一緒にいる方が好き。ああ、まあまあ。議論がとても理論的になると退屈に感じたり、興味を失ったりする。まあそんなことはない。
自分とは全然違う経験をした人の気持ちを難なく理解できる。いやーちょっと難しいですね。いつもギリギリ最後まで決断を遅らせる。はい。一度決めたらその決断を疑うことはほとんどない。いや、そんなことないな。とても疲れる1週間を過ごした後は賑やかな社交の場を楽しみたい。いやっすね。一人で楽しみたいな。こっちだな。美術館に行くのが好き。行ったことねえけど、ここら辺かな。人の気持ちを理解するのは難しいとよく感じる。まあまあ。日々のやることリストを作るのが好き。まあ計画性がないんで、ここかな。不安はほとんど感じない。いや、即答で一番右なんだけど。電話はかけないようにしている。はいだな。自分と違う考えを理解するためにより多くの時間を費やす。難しい。何これ。いや、あんまりかな。友人間でまず誰かに連絡して何か提案するのは自分である場合が多い。まあまあ。計画が途中で中断されたらできる限り迅速に再び軌道に乗せるのが最も重要だ。まあそうじゃね。ずっと前に自分がした間違いはまだ気にしてる。はい。人生の意味は人間が存在する理由について考えることはほとんどない。全くないと言ったら嘘になる。感情をコントロールするのではなく感情にコントロールされている。怖っ。哲学になってきた。どうしよう。まあでも言わんとしてることはわかる。誰かに非があってもその人が周りに悪く思われないように私は細心の注意を払う。まあはい。仕事のスタイルはきちんと着実に努力するではなく自然発生するエネルギー爆発の連続に近い。いや、誰かに高く評価されるとその人が自分に落胆するのにどれくらい時間がかかるか考えてしまう。いや、ほぼいつも一人で作業する仕事につけたらいいと思う。はい。抽象的な哲学的問題についてじっくり考えるのは時間の無駄だと思う。まあはいじゃね。静かな隠れ家のような場所より人がたくさんいて賑やかな雰囲気の方が好き。同意しない。一目見ただけでその人の気持ちがわかる。まあまあ。お、ラスト。重圧で押しつぶされそうだとよく感じる。よく、まあないかな。一つ一つ順序って念入りにことを全うする。はい。賛否両論と言われていることにとても興味がある。まあまあ。自分より他人の方が必要としているならいいチャンスも逃す。まあまあかな。締め切りを守るのが苦手。物事はうまくいくだろうと自信がある。ああ、これははいっすね。結果発表。仲介者？嘘だろ。自分の利益を顧みず、大義のためにはいつでも手を差し伸べる優しい人たちです。指摘でもあります。ほんまか？友達いないのに。続ける。 71% 内向型。まあこれは合ってるね。外向型ではない。内向型の人たちは有意義で深みのある交流を含む好む上、交流の機会は比較的少なくても満足します。落ち着いた環境に惹かれる傾向にあります。まあ静かに暮らしたいっすね。直感型？マジ？直感型の人たちは偏見のない心を持ち、想像力が豊かで好奇心も旺盛です。ああ、そういう感じか。クリエイティブってこと？独創性を大切にし、起こる可能性が低いことや隠された意味に着目する。ああ、まあまあ、そうだね。感情型。まあ、これはぶっちゃけね、半々になると思ってた。まあ、言ってしまえば思考型の裏返しは感情型だと僕思ってるんで。あ、まあそりゃそうか。まあそりゃそうなんだけど、異質してる人ほど感情に振り回されてるイメージがあるんで、感情をよく出してるイメージがあるんで、僕はその辺を知っている半々タイプだと自分では思ってました。社会の調和を重視します。探索型。これも半々か。探求型の人たちはアドリブで何かをしたり、様々な機会に対応したりするのがとても得意です。社会規範にとらわれず、柔軟な考えを持ち、安定より目新しさを大事にします。まあ安定好きだけどね僕。探索の方が若干傾いてるらしい。激動型の人たちは自意識が強く、ストレスに敏感で自分の感情に切迫感を感じます。完璧主義の上に成功願望があり、自己検鑽に精力的な傾向があります。まあこれは合ってるな。これもうちょい上だと思ったけど合ってますね。あ、これで終わりらしいです。これが僕ですね。あ、有名な仲介者。これ全部映ってる。あ、映ってるね。まあでも楽器持ってたり本持ってたりするからやっぱそうなのか。
芸術に富んでる人がこれになりやすいのか。ウィリアム・ワーズ・ウォース、ジョニー・デップジョニー・デップだけ明確に読めましたね。まあ見た目は控えめだけど、うちにはものすごいことを考えてるみたいなことか。ひけらかしにしそうしないタイプの人間なのかな。隠し持ってるらしいです。まあ実際合ってるそんなやばいことは考えてないけど、もっとこうだったらいいのになとかは普段から考えてます。めちゃめちゃ当たる、これびっくりしたわこれ朝胃の一番に撮ってるんだけど目覚めましたね。ちょっと今他のサイトでチラッと調べてみたんだけど、 ESTJ の人とめちゃくちゃ相性悪いらしい。衝突しやすいって書いてあるね。めっちゃわかるわもうなんか頭に思い浮かんだ人がいるもん。良かれと思って自分で仕切るタイプの人間バカみたいに嫌いだから、もう生理的に嫌って感じなんで、すげえ当たってるわこれ。で逆にめちゃくちゃ相性いいのが行動タイプの人間だね。まあこれはわかるかな。ちょっとあれやろうこれやろうって提案してくれる人は好きですね。互いを補ったり助け合う関係性ができるらしいよ。あーなんか気が楽だなーって思える、自然体で付き合える、らしいです。だから ESTP の人は僕と相性が良く、 ESTJ の人は僕と相性悪いのでもう関わらないでくださいという感じでした。いやすげえ面白いなこれ。調べれば調べるほどいろんなことわかる。人口の 5% もうやめよっかこういうの調べんの悲しくなってくるよ。うんやめよっか悲しい、仲間がいない。ちょ同じさ INFP って出た人はさ、なんか教えて仲間が欲しい。ということで、以上仲介者の僕でした。ということで改めて700人皆さんありがとうございます。これからもねいろんな動画投稿していくので、ぜひお楽しみに。それではさようなら。ご視聴ありがとうございました。